ゆうとキヨピーチャンネルです。今日は面白いレンタカー大阪中央店さんでホンダ S660 をレンタカーしましたんで、ちょっとこれレビューしていきたいと思います。これ買います、発車しますけれども、これから大阪奈良を結ぶ阪奈道路を上がって生駒三条遊園地の方に向かっていきます。で、今僕らのチャンネルのセフトは 6AT ということでオートマなんですけど、見てください、これ6速マニュアルの S6 を借りてます。当チャンネルでマニュアルってほんまに今回初めて披露するということで、ということで行きます。これ狭いんだよ。僕のマニュアル歴は免許取った時からもうランサーエボリューションに乗ってましたんで、かなり長いです。ランサーエボリューションから次は RX7 FD3S で、また、2代目壊れたんでまた FD3S という感じで取り付いてますんで、マニュアル操作は大丈夫です。今回このマニュアルの車を借りたのは他でもない東方ユイッペ氏がもうすぐ限定解除するんではないかと、こういう噂があるんですか。噂があるんですよ。ということで一回ちょっとこれマニュアルっていうのはどういう車なのかというのを見てもらおうと、実際楽しいのかどうかっていうのもね、実用性があるのか。でも今のこの感じを見てると不安しかないわ。こんなに両手両足忙しく動かして私はやっていけるのだろうかと。まあこれはやっぱレッドからね飛ばしたりとかそういったことはできませんので、安全速度で走っておりますけれども非常に楽しいよ。うん、思わず飛んでしまいそうな感じだけれども、まあ、我慢して走らない、あのアクセルはね、やはり軽やから結構低いギア使わんとこのハンナ道路の上りはきついな。だからこういう車の方がこういう山道は楽しいな、パワーない方が、うん、ギア操作が忙しくなるじゃん。普通に走っててもやっぱり4速3速っていうのを駆使しながら走らないと坂道で失速しちゃうから、うん、やっぱりパワーのある車はもう多分ああいう道でも4速で踏んでいったら上がるし、ギア変えんでもいけるから、こういうパワーのない車の方がそういった限界付近でこう車を操ってるっていう感じはちょっと体験できるな。パワーがあったらな、もう4速飛びっぱなしでいけるからさ。で、今から行くのがあの市議生駒スカイライン、うん、有料道路、うん、で生駒三条遊園地の方に向かっていくっていう感じ、うん、やったかついにやったかこの登れたかきついよ、二足じゃん。私には全く想像ができへんか、さっぱりわからんけど、その何がっていうのか、この二足が何やかんやる。ただそのなんか上手にしな糸をエンストするってさっきからずっと言われてるからついにやりよったんだと。これギア間違えてしまう、 100m 先これやな。お、これがヒール&トー、見た？ん？ヒール&トー。あ、見えてない、見てない。必殺技やろ。必殺技な。あれ普通の交差点をこう、ぐんばって回るだけでも、ブレーキの踏む力は一定に保ったまま、かかとを入れるっていうのが、これ技術がいい。普通のフルブレーキに向けて、バーンってブレーキ踏んで、ガーンってかかとを入れるのは簡単やけど、ああいう普通のスーって、軽く減速、ブレーキで減速しながらそのブレーキの力を一定にアクセルをかかとで入れるのが、これはちょっと練習がいるという。ちょっと大きい大仏に気を取られて聞いてなかった。おい大切なことやで。あれせえへんとエンジン長持ちせえへんから。
ギアの選択が難しいで、これ3000回って言ってたやんな。私もそれ聞こうと思っとった、うん、どういう風になったら1になって、どういう風になったら2になるか。それはあの自分のこのアクセル踏んでる力加減と、このシートがこう前に進ませようとする体を押していくような感じ、その感覚をだけで変えると、音エンジン音の音で見極めて変速するという感じだ。これをそうなってきたらさ、うん、完全に乗って乗って乗って慣れるしかないってこと。まあ基本的にそうなってくるけど、うん、まあ、キック&ターン練習するやつみたいな。キック&ターン、ああかかとやヒール&トー、ああそれそれ、うん、そうやね。練習ができたら大体もうその熟練の域に達すると、どんな車乗り換えでも大体そのちょっと走らせたら特性つかめるようになってくるからいいんやけれども、初めてやった時は結構練習してなあかんかもしれんな、うん、慣れるまで。もうなんか不安しかないですけども。大丈夫、教習所がちゃんと教えてくれるから、ね、うん、教習所の先生の方が上手に教えてくれる。そう、僕はもうわけわからんことさ、そうやな、言うだけ感覚でさ、いつもいやもんな、いろんなことをキヨピーから直接聞くより誰か返して聞く方が納得できるっていうそう、説明ベタすぎて。そうそう、はい、それ生駒さん遊園地お願いします。はいはい、すいません、1000円お願いします。はい、これでまたお願いします。はい、OK、ありがとうございます。ありがとうございます。だいたい初心者の人ってすぐエンストする？いや、エンストはするよ、初心者にする。でもやっぱエンストせな分からへんと思う。まあきっとそうやな、うん、失敗してみないとあかん。そうそうそう、そういえば教習所の時、うん、通ってる時もオートマ免許取る時も、うん、あのわざと失敗させられた。あ、そうな、わざと乗り上げてみとか、うん、わざとこうぶつかるというかポールにな、うん、あれしてみって。なんでわざとそんなんするんって言った、もしないざとなってそうな、そういう乗り上げたとかなんかなった時に、え、どうしようってパニックになったらあかんから、今ここで失敗もやってくださいって言われた。そういうことだ、うんうん、だからほんまにエンストは絶対せな理解できひんからさ、登竜門、うん、じゃないと。例えばエンストせえへん、その間っていうのがあるわけや。エンストしとかんとその一番いいところが分からへんからさ、うんうんうん、エンスト絶対せえへんようにすると思ったら、やっぱかなり安全マージン取ってアクセルを煽りまくったりとか、クラッチをこうなかなか繋がへんとか、そういうことすると車が傷むからな、あの消耗品がどんどん減っていくし、その一番ええとこを知るためには、うん、やっぱ一回演出をしとかんと、うん、桜がひらひらして綺麗な、綺麗で今これ最高の季節です。うん、その iPhone のカメラで映ってるんかどうかわからんけど、 iPhone のカメラだったら映ってるやろ。何や言うて、ここまで登ってお金出して登ってくるのって2回目ぐらいじゃない。そうやね、なあ、1回生駒さん12日でこれ近鉄バスで行ったな。近鉄バス、え、どこの女と勘違いしてんの。しかり行ったよ、行ったよ、バス乗ったな、うん、あれが乗る壊れとってバスで上がらなあかん。そう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 、ひどいわ、なんかトラップにかけようとしてるわこう、そんなんやつさ、ええって書いてあるさ、あのハニートラップ、そうそう、ハニートラップちゃうやつ、あ、違う、何トラップだ、単なるトラップ、あ、そう、ええとか言ったら、いや、いや、とか言い出したら怪しいよ。こんな感じですよ、マニュアル。この3速から2速に落とすときシフトの握り方とかやっぱかっこよく握りたい。キャンプ場あるって聞いてないから、あ、ごめん、聞いてなかった。これ1500万取られるの、500円駐車場代。はい、こんにちは、はい、行き過ぎだけじゃ2000円お願いします。500円、はい、はい、ありがとうございます。うん、まあ結構人おるやん。ということで、着きましたということです。はい、行くぞ、うん、よし、ゆうときよぴーチャンネルご視聴ありがとうございます。ということでこちらもご覧ください。面白いレンタカー、大阪中央店さんからお借りしたホンダの S660 お借りしましたんで、こちらの方見ていきます。見てください、マニュアルです。当チャンネルは AT のスイフト4を使用させていただいておりますけれども、
当チャンネル初のマニュアル車ということで、オープンカーなのでフォローもあります。どうでしょう、かっこいいやん。スリーペダル、うん、間違いない。見えたわ、見えた見えた。綺麗なミッドシップということで、スポーツカーです、ほんまのピュアスポーツカーです。まあオープンカーなんであれですけど、見ていただけたらちょエンジンルーム見てみましょうかね。お決まりのエンジンルームから見ていきますよ。よいしょ、いいからエンジンルーム上げましたね。エンジンルーム見ていきますよ。うん、よいしょよいしょ。これボンネットバンダーダンパーついてる、これすごい。あれこれがエンジンなの？エンジン、あれエンジンないな。うん、これもしかして電気自動車か。エンジンないわ。え、何の方向、電気自動車よこれ。あ、これ嘘、ごめん、これホルダーでるやつ、上の外して、あー、屋根、うん、屋根外してここにしまわないといけない。あミッドシップやから、まあ、もちろんこんなところにエンジンないんで、あのここにホルダー入れてウォッシャー車載工具っていうような感じだったよね。まあ冗談さておき、ちょっとエンジン見てみましょう。車分からんやつの前で冗談かどうか、その通じる冗談にしてもらっていい？まあでも今回は触るの初めてなんで、ここに、よし、開いた開いた。待って、真ん中じゃなかった？ここやな。あ、ごめんごめん。よいしょ。ボンネットダンパーついとっても、このリアのエンジンフードのダンパーはないという画期的な設計になってます。 660cc のホンダの3気筒エンジンとなっております。見ても何も分かりません、うん、前と後ろの違いも分からん。でもこれね、ターボシュー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 はね、うん、純正で、これ完全にこれがエアクリーナー、これこっから空気吸ってシューって言うわけないけど、これも純正で、ブローフバルブも純正やけど、エンジンが真後ろにあるから、加速するときのシューで空気するのと、ブローオフバルブのプシューっていう音も聞こえるよな、うん、そういうこと聞こえへんのにさ、聞こえてたな、うん、それがやっぱり本能をくすぐるよね、走りの本能、うん、の心、この揺さぶるこの感じの、こういうところが一番やっぱいいよ、やる気出てくるよな。おおおん、あ俺には、いや、ほんまに思ってるよ。これだから、これ変えたらものすごくすると思うで。シャンシャンフーン、シャンシャンシャン言うてさ、うるさいって言うぐらい、助手席の人がうるさいって言うぐらい、多分ええ音すると思うで。うん、うん、これまた、これこの締め方でいいのかどうか分からないですけど、ホロ一回外してみたいけどさ、うん、でもここにロックがある、これを解除してお、ここのロック見れる、うん、これでこれをこうねじったら、うん、でこれをくる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 、巻き込んでいくらしい。いいじゃん、うん、これで先ほど の, あのボンネットに入れたらオープンカーということで、めちゃくちゃかっこいい、簡単、電動やと思ってた最初、乗ってないかオープンカー乗ったことない。一回これで次帰りドライブしてみたいな、うん、でも目立つでなあ、すごいな、かっこいい。一人で一回つけなこれしゃあないな。うん、思いのほか簡単、とりあえず、うん、これ前期になるんだな、あの土屋圭一さんのあれ見てたら、後期はここもボディ同色らしいんで、うん、そうです。もう言うことあれん。どうやった？ミッション久しぶり、マニュアル久しぶりに乗って。もう楽しかったよ。うん。うん、やっぱり軽なんで、やっぱりパワーがないから、特にギアもなんていうの、ギアレシオもクロースだから、なんていうの、2速3速4速で忙しいわけ、6速まであるから、だからそのパワーない分、シフト操作が忙しい分、こう山道走るとか楽しい。うん。うん、運転してるぜって感じ、運転してるぜって感じが出てくる。うん、
うん、あのぐらいの山道だったら普通のパワーのある車やったら別にシフトチェンジせんでもそのままガンガンぐんぐんいけるけど、これシフトチェンジせえへんかったら上がっていけへんから、うん、だからその車のポテンシャルを存分に発揮しながら走ってるっていう、こう、うん、俺が手なずけてやってるぜみたいないうような感じで、運転させていただいてます。もうこれも今もうないからな、新車で、うん、もったいないな、まだ売れるんやろうけど価値だけが上がっていくという車の、ということでこちら綺麗な街山並みをご覧いただいているかと思うんですけども、これが生駒三条遊園地の駐車場になってます。ここからちょっと遊園地の方行って遊んでからまだこれで下り帰っていくような感じの動画内容となっております。これでゆえっぺしがマニュアルの限定解除というようなステップを踏んでいく第一歩の動画となっておりますんで、どうでしょうゆえっぺし、限定解除する気になったでしょうか。分からん、あれまだ、まあ、怖い、なんかなっても両足と両手が違うことやってるからちゃんとできるかどうか分からん。腕難しそうやった。うん、だってさ一般の道に出て私に合わせてくれるわけじゃないやん、みんなが。そうやな、まあみんな運転できたら当たり前やと思って行ってくれるやろからな、免許取り立てであろうとな。うん、 OK ということで行ってまいります。よし行きます、早速。よし、では下っていきます。では発車します、行きます。でここから生駒市議スカイラインを下っていきます。上りの映像は撮ったんですけど残念ながらピントが合ってないという最悪のアクシデントで今下っております。どうにか使えるじゃん、まあ、なんとかピントが合ってない状態で使わせていただきますけれども申し訳ございませんが見にくいですけれどもご了承願います。いいお天気やから眠たい。眠たいな、気持ちいい、ね、天気やな。なんかちょっと登りの方が楽しいな、せわしいから加速せへんから下ろして上げたり下げたり上げたり下げたりしないかんから。ほんでこれシギスカイライン、これ出口に、これどうやって、なんか行ったっけこれ。はい、ありがとうございます。これがめっちゃ間違える。ん ?3 から、2からいけない、5に入れてしまう。癖で。一回オープンカーで走ってみたいな。うん。どっかで止めて、フォロー外します。ここで外した方が。うん。でもトラックの前で外すの恥ずかしい。関係ないか。ちょっとフォロー外させていただきます。恥ずかしながら。みんな恥ずかしいよし、ちょっとホール外します。1分待っててください。あのこれ確かこうやな、これをこうやって、はい、外した。 ありがとう、さすが。おお、初めてのオープンカーです。あー初めて。後ろから来た。よっしゃ。見えるかな。どうでしょう。恥ずかしいですね。初めてですわ。初めて。なんかちょっと背徳感あるな。行きますか、行ってみます、うん、初めてのオープンカーの発車ということで日焼け止め塗りました。行きます。あ爽快です。おお、気持ちいい、すごい、バイク乗ってる感じするね。おすごいな、変な感じ。ちょっと奈良まで行っちゃいます、この際ね。うん、せっかくだから。屋根がないって楽しいけど変な感じするな。変な感じするな。面白いけどさ、
でなんか道楽物してる感じする。そうそうそう道楽物な感じするよね。そうそう、なんかこんなことしてていいのかなっていう気分になる遊び人感覚やめっちゃ面白いけど。そうや、うん、もうこれは今日は開けて乗るべき天気やわ。そうやね、せっかく、うんうん、さっきもゆいっぺしは、すごい居眠りをしていたんですけれども、めっちゃ眠たかったわ。窓を開けたら急に元気になってくれました。よかった。一日はどうなるかとかと思いましたなんて言ったってわがままだからな。そうなんですわ楽しい楽しい。うん、やっぱ運転してるよりも多分助手席おる方がいいかもしれない。うん、じゃあもうやっぱりマニュアルはオートマ解除はやめとくか。おいおいおい、それはじゃあ俺が助手席おらなかったから超楽しいんですけど。楽しい。うん、超テンション上がってるわこういう時サングラスせなあかんかったな。ほんまやな、かっこええサングラスせなあかんかった。そうや、こう田舎やったらもっと空気がきれいやからもっと気持ちよかったかも。そうやね、うん、だからまだここはまだな、うん、標高高いし、まあ、ちょっと山ん中やから、うん、いいや、ドライブ楽しいよね。適当にドライブするのもいいな。うん、これはガソリン？これはレギュラーガソリン。あ、レギュラーガソリン、うん、あ、そうか、レギュラーガソリンな。うん、これヘルメットかぶらんでいいんかな。ヘルメット、うん、なんで。おすごい何キロ出してるの、あれは。かーめかーめよいや、でもいいわ、風も別に気にならんわ。たまにこういうのな、もう毎日これ、うん、これで、ね、この状況で毎日こう、うん、会社に出勤せなあかんとかやったらさ、うん、もう多分途中で嫌になるんやろうけどさ、うんうん、こういつも普通生活してる中で、うん、こういうたまにオープンカーで走るっていうのが気分転換になるし、うん、気持ちいいし、ほんまに気分転換になるよこれ。なるなる、うん、失礼します。ごちそうさまです。うわー最高だよまで大きい声出さなかった。そうやな。したらちょっと恥ずかしい。ほんまやな。ああ。平常況？平常気空か。いやー気持ちいいよ。なんかいい天気だから。うん。なんかさ、うん、暑すぎてんや今。そうそうそう。ちょうどいい。これでカンカンでいいやけど今はな。これで真夏やったらもう暑くてうだるような暑さやからさ。まあ、実際サングラスした方がいいんやろうけどな、オープンカーやと。かっこいいサングラスあんのに、どう持ってくの忘れたね。何度もかも忘れてるよ。忘れた？うん、忘れ物多すぎもんだよ。 ETC も忘れたし、サングラスも忘れたし。だからいつも酔ってるだろ。段取り悪いんだよ。段取り悪いなようやく分かってきたかね。奈良方面向かう時も言ったけど、やっぱりあの時カメラが止まってもうたからあれやけど、また同じこと言うてもあるけど、やっぱりこういう風にたまにはレンタカーでも借りて非日常を味わうことも大切やと思うよ。普通の車乗っててな、やっぱり毎日同じことを繰り返しててもやっぱ刺激が足りひんからな。こうやって普段乗れないような車をこの今日借りた面白いレンタカーみたいなところでな、スポーツカーなりオープンカーなり外国車なり借りてちょっと週末どっかドライブするのもいいかもしれん。まあ、また外国の人も借りに来とったもんな。そうそう、もうなんか今外国の人が7割ぐらい、うん、のお客さん。7割って結構じゃない。そうやね、こっから見てもう北海道の道みたいで、ああずっとそうやろ、ずっと直線。その直線の道とかもこういう車で走ってみたいな。走ってみたいな。映えるで。なあ、行ってみたいな。あっちにもあるかな。こういうレンタカー屋さん。ただこういうのに乗れる時期に行かんと。そうそうそう。まあ冬に行ったらどうしようもない。いつか行きたい。うん。ちょっとスポーツで行かれへんのかな。北海道まで？いや、そのこっからさ青森まで運転して、うん、そっからとかやったらしんどい。
船で、うん、そう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 、フェリーに乗せて行って、うん、で北海道は自分の車で回る。1ヶ月ぐらい休み欲しいな。1ヶ月か、まあ、まあ2週間かな、うん、せめて半月2週間ぐらいあったら北海道も楽しめる。そうやな。なんか噂に聞くところによるとでっかいだろ。でっかいの北海道ってでっかいのなんだろ。そうだろ。だからさ、そんなちょびっとの休みじゃろ。せっかく遠いとこまで行くのもったいない。もったいない、もったいない、全然もったいない。そんなめったに行かれへんのにさ、そんなもん2泊とかで行ったら何の意味もない。うん、いやいいね。いいよ。しかも今日平日やからさ、うん、これ土曜日やったらここもうわーごちゃ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 ってなってさ、何の楽しみもないで。ないな。こんなん乗っててもやっぱ休みは平日に限るよ。あー気持ちいいな。助手席最高いや助手席最高やと思うよなかなか大きな声出せへんけど。そうやな、開放的になってるから。そうそう、声が出せるわ。そうそうそう、典型的な嬉しがりやん。典型的な嬉しがり。でももっと田舎の方とか見てみたい。ああいいな。もっと静かなとここう何の気なしに走りたいな。その時にはもう言っても限定解除して自分でステーリング握って。できるかなあ。ちょっと街中だけは運転してくれる？演出したらあかんとこ。そうやな。そう。ちょっと怖いわ、そんなんできるかな。でもまあマニュアルを運転するとやっぱり車の基本的な構造とか走りとかそういったものを理解することになるからいいと思うけどな。勉強になる。勉強になると思う。やっぱどういう原理で車が動き出すかっていうのを考えながらやっぱりアクセルとかクラッチ踏んでるから。あ、うん、だってオートマやったらこうブレーキ離したらなんかじんわり進んでいくしさ、うん、最後のブレーキで車止めるときも、うん、こうエンジンの力で前に進ませていってんのをこうブレーキでさらに抑えて止めるっていうイメージやん、うん、でもマニュアルはこうクラッチを切って動力が完全に閉じてる状態でブレーキで最後止めるから、そこもまたちゃうから考え方が。どうしてもやっぱり免許取ってからずっとオートマやから、うん、ブレーキ使おうとするやん、うん、そのクラッチの使いところとか使い方も分からないし使ったことないから、うん、何すんのこれ踏んでみたいな、うんうん、踏んでどういう効果があるのかとか何をするためにこれを踏むのかとかはもう全く分からへんから、うん、まあ、ブレーキ頼りになるよな。基本的にそのオートマよりもこのマニュアルの方がサーキットとか峠とかで走ってて使える技がすごく多くなるんよ。あ、うん、ドリフトする時もそうやけど、うん、オートマって言ったらこう走り出してアクセルをグワーって踏んで後ろ滑らしたりとかいうことしかできひんかもしれんけど、こうマニュアルやったらクラッチを切って動力を一旦遮断することができるから、その時にアクセルを踏んでもう一回クラッチガンって繋いだらあのクラッチ切りっていう技術なんやけど、そういった感じでお尻がリアのスライドを誘発したりとかそういう技も使えたりとかできるわけよ。何言ってるか分からへんな。はい、そうかはい、アウトそうだからいろいろ技ができるわけ、うん、楽しい技がな。こういうとこ も楽しい技をできるようになろうと思ったらまだ練習ってなんかね。そう、その練習が楽しいわけ。例えばこう夜寝るときとかさ、あれなんかどうやったら車運転うまくな走れるかなとか考えてさ、思いついたことをさすごいそのまままた起きて車乗って山に行くという練習しに行くという。私そんな走りめっちゃなんかイニシャル D に向かっていくみたいな感じになってるやん。そうだってそれ確かイニシャル D がそんなこと言ってたかな。そう、文太さんが言ってたような気がする。あかん、自分で字幕たん変なことになるかも。でもこれ足回りが柔らかいからさこのあーもうあれやな、全然大丈夫。あー見えなくなった。大阪の街並みで、あーあかん、もう見えないわ。気持ちいいっていうことですよ。こういうことできるのもいいじゃないの。すん、ねえ、景色見えなくなっちゃったわ。
終わった、今のとこで終わりやったっけ、見えるとこな、終わりやな、これも安定してるよ、このコーナリングも、うんうん、フラフラしてないもん、やっぱ車高が低いからさ、あはいはい、うん、パプチーノとどっちが下やねんかな、低いんやろな、パプチーノも同じぐらい低くない、パプチーノの方が低いような気するけど、あんまりちょっと適当なこと言われへんな、そうやな、うん、偉そうにパプチーノも 2,3 回ぐらいしか乗ったことないけどもうちょっとかな、もうちょっと乗ったことあるかな、カプチーノのここが好き、この辺が、そうな、うん、私その頃さ別にその車のこととかも好きじゃない、もうほんまに昔やから私カプチーノ乗ったことあんの、うん、だから道楽者みたいやけど胸張っとこ、レンタカーやし今日ぐらい、そうや、誰かおかい、今日ぐらいいいわ、マスクしてるし余計分かれへん、なあ、うわびっくりした、おじい前見てなかった、今のって本物のブレーキやろ、あの、うん、車がもうやばいっていう時の、そう前回のブレーキ、おばあちゃんだ、あれだから見てなかったら追突しとったらちょっとしたことで、あの本当気づく1秒でも遅れてたら危なかったもん、こういうのがな、いやあの今止まるやん、一、うん、回止まったらまたやり直さなあかんの、このもうだああってなるやんまあなんかいろいろ止まったら火が熱い、デコが熱いわ、ちょっと日焼け止め必須やね、おデコが熱い、これ見てよお兄さん、このよそ見しないでよ、心ばかりのバイザー、うん面白い、かわいすぎるよ、こんな初めて見た、もうほんまのカプチーノもこんなんやったっけ、覚えてない、全然覚えてない、ただその乗り降りしづらいぐらい低かったっていうのを覚えてる、うん、やっぱ山道が新しいね、こっから普通の道が続くからさ、何の新しいもない、あー虫入ってきてる、カラスが天井開いてんねんからな、これカラスとか糞食らったら最悪やな、うわ後の糞とか、うん、うぃー飛んだで、テントウムシだよ、テントウムシっぽかったけど、テントウムシならまあいいかな、なんでやろな、テントウムシってなんでそんな可愛いの、テントウムシかほんまに、うん、ガラついてるからテントウムシっぽいけどさ、なんでやろな、テントウムシってそんな怖ない、そこ動くのやめてや、なんでやろな、テントウムシは、あ、テントウムシかってなるのはなんでなんやろなガーとかさ、カーとかさ、コバエとかさ、うん、なんかその他の小さい虫やったらさ、うわーってなるやん、でもテントウムシやったら多少大きくて、まあテントウムシってなるやろ、そうそうとか、蝶々とかさ、多分子供の時からそういう意識が植えつけられとるよな、害虫じゃないっていうのじゃないな、蝶々とテントウムシ、そうやな、言うてる間に4000人っていうのはすごいよな、俺ら、うん、1000人あとまだ1000人いかへんとか言ってたよな、100人いく大変さっていうのもさ、私自分のやってた時もあるからさ、わ、うん、かるやん、最初の100人パークで、そう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 、なんかこう気づかぬうちにって言っても4年ぐらい、うん、もうで4000人、あのそんな中でもやっぱり途中で心折れてやめちゃうっていうこともあるやん、ある、私一人のやつはもう心折れてやめてるやん、あれも復活させたいけどな、あれは全部消して非公開にして違うあれで音楽とかなんかわからんけどな、歌ってみたりしたいなと思ってんねんけどな、だからいろんなことやりたいやな、うん、お前違うよ、え分かってる、意地悪してんねんて今、あそういうことか、何をしてんだと思った、ツンツンしててツンツン、オープンカーでこうラジカセこう担ぎながらさ、どっか行きたいな、ラジカセ担ぐとは昔なんかオープンカーといえばこうラジカセこう横の人のこうやって持ってなかった、いつの時代の人なのということで、いかがだったでしょうか、あ、急にこんな感じで、あまり身のある内容はなかったかも、マニュアル操作がどうのこうのとかいう話はほとんどなかったんで、うん、今回はとりあえず私にマニュアル車というのはどんなものかっていうのを体験させるっていうのがメインの課題やったわけやろ、うん、そうです、マニュアルこういうふうに走るんだよっていうのを見てもらって、うんうん、あとはまあこういった感じでレンタカーで非日常を味わうこともできますというような感じになってるんで、うん、いいんじゃないかなと思っております。
ということで、またこういったこと違う企画もありましたらやっていきたいと思いますんで、チャンネル登録および高評価お願いいたします。それではです、以上です。ごめん、ちょっとそっち。